週刊誌のシュベリバー緑茶杯ほろよい桃トリサイボーイ。さあ、というわけでですね、3人でもやっているぞこの企画っていうことなんですけども、はいはい、今回もシュベリバーということでですね、うん、今回は男って好きとか可愛いってなんで素直に言えないのっていうことについて話していきたいと思います。ああ、なるほど。まあ、僕らあんまり言えない、まあ、言えるタイミングと言えないタイミングがあると思うんですよ。まあまあまあ、付き合い前とか後とかね、その説あるな。だからそういうことを深掘っていって話していこうって感じです。それではやっていきましょう。いつもありがとう。はい、というわけですね、まあ、はい、可愛いなんですけど、うん、付き合う前に可愛いは言えますか、後に言えますか。はい、どうぞ。これ僕ははい、どうぞこれ僕は結構後は言えるんですよ、付き合った後。はい、これどうですか。ん聞いてたなんで僕は言ってよ。だからなんで分かってんの。聞こえん、聞こえんから。ごめんごめんごめん。付き合う前に可愛い言えますか、言えませんか、うん、後に言えますかってことです。俺どっちも言わへんか。え、これさ、てか前俺これ企画出した、俺出したんやけど、うん、気になったんだ、可愛いって思わへんみたいなこと言ってたこいつ、なんか動画で。ああ、そんなわけなくないみたいな。付き合う前の話、それは知らんけど、その文脈は知らんけど、前は思う。これさ、前は思うわけや、うん、なんでな、思わへんとかってどういうこと。思うけど言うの、付き合う前は。言わへん。なんで。え、恥ずかしいからや。ああ、ええやん全部。ええやんっていう、あれ、その待ち合わせで今日いかつ可愛いな服とか込みでってなったらええやん、よわよわみたいな感じで。あ、そうね、服とかは結構俺言いやすいかも。それで言うと、あ、うん、顔とか可愛いとは結構きついな、恥ずかしいな。前は別に言いますか。前は言う。前は言う。前は言うし、まあ、言わんけど思ってはいる。思ってる思ってる。じゃあこれ後ですよ、うん、付き合った後僕結構その思ったタイミングで、あ、可愛い可愛いってポンポンに言えるんですけど、あとは全然言わないです。なんでなのっていう。付き合う前言えてんのに。そうそうそう、そもそも恋愛モードになってるのが恥ずかしいんじゃないか。え、付き合う後は。付き合う前はもうシンプル攻略やから、だから言ったら喜ぶやろっていうことで。そう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 。ああ、そういうこと。で、付き合ってからはもう恋愛やん、だからもう恥ずかしい。付き合ってからはだから喜ばせる気持ちがなくなるってことでいい。違う違う違う、でもそうなってくるの。それは喜ぶやろっていう言葉を付き合う前は攻略やから言ってるけど、攻略した後は別に喜ばさんでいいじゃん。じゃあ付き合った後は別に言葉で喜ばさんでいいやん。ああ、行動でって。そう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 。でもっていうのはあなたの意見ですよね。まあそりゃそうなんやけど、可愛いって言うと嬉しい。これそう、それを付き合った後も前も別に変わんなくねって思うからさ。いや、だから自分のできる範囲の喜ばし方をやってるって感じ。可愛いってさ、すぐ言ってくれてたとか好きやったのに言われたの前に。いや、それはないない。それが嬉しかったのに最近言ってくれへんなって言われたらどうするの。どうやって言えばいいのっていうか。そうっすよ。言えてたもんね。先週まで言えててさ、今週彼女になった瞬間にどのぐらいバキッと割れるの。いや、結構割れるから。あ、そうなんや。え、ほんなら昨日まで可愛いって言ってたのに、そうそうそう、じゃあ付き合おっかってなって次の日から言わへんとぐらいバキッていく可能性がある。あ、その説あるな。いやー、すごいな。こういう男の多いと思う。確かに多いと思う。そう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 、ろくでもねいや、でもまあ確かにそういう意味で言うと全然立ち悪くないな。え、これ可愛いと思うポイントが変わんの。付き合う前と後可愛いと思ってんの。付き合った後って、え、それマジ気になるわ俺。付き合った後は付き合う前よりなんか減ってる可能性あるな。うわー、可愛いっていう表現じゃないというか。お、来た、めくれるぞ。愛おしいに近いというかな。あ、だから好きか分からんけど愛してる。いや、まあまあその説あるよな。ガチでやろな。散々俺のことバカにしてくるけど、そうなんやって、言語化しないだけやって。でそんなバキッとなれるのすごいね。いや、なんかマジで男の特徴も若干あると思うんやけど、手に入ってないものやからちょっと可愛く見えるみたいな、結構近い気がする、マジで。まあまあ男性のっぽいよね、マジで。うん、まあ好きと可愛いってまた違うな。うん、あ、まあそれは違うやろね。うん、好きは言えるんですか。そういうとこ好きとかさ、例えば。あ、言えたりするな。付き合う前は言えたりする。言えんの。で、付き合ったら、いや、だからもう分かってるやんっていう感じ。マジですげえ。あ、そう。すごい。ネット記事の嫌な男のやつ全部言ってくるこいつ。え、でもそういうこと2年ぐらい僕やらせてもらって、こういう男の人も多いんやろなって感じすんのよ。付き合ってから前さくれないじゃないけどさ。でも好きじゃなくなってるわけではマジでないから。そうやね、多分そういうことやろ。そう、むしろ増してるという。増してるし。だから好きの与え方が変わってるだけだよってことやね。そうそうやな、付き合ってから。トドロは思うけど言わへんがずっと一貫してると思う。好きも与
可愛い。いや落とすときは言うよ、そら付き合う前は言う。めっちゃ言う、当たり前や。あとは言わへん、当たり前や。あ、これ一緒やんだ、これ。そうやで、なんか当たり前の話をしてるからさ。そうそうそう、何をその再確認してんのかなって。いや違う違う、僕がしてるわけじゃないですけど、僕一応こういう立場なのにしてるだけなんですけど、うん、どういうことなんですか、なんでなんですか。だって振り向いてもらって両思いですよね、付き合いましょうっていう確認作業をしてるんやから、それはこっちが好きって思ってたら言葉に全然伝わらへん。いやでもそれ別に付き合ってからも変わんないじゃん。付き合ってからは別にお互い好きの確認なんてせんで。なんでやそ、付き合ってるからや。圧倒的事実が横たわってる。はいはいはい。牛肉か豚肉どっち食べますか。牛肉食べます。じゃあ目の前に牛肉が置かれました。これどっち食べますかってまだ聞く牛肉食べる言うてますやん。聞かないです。で目の前に置いてるの牛肉ですやん、っていう話。お前は付き合う前は言うの。まあノリに乗ってる時は言う。ノリに乗ってる時じゃない。パチンコめちゃらせてる。ちょっと冗談っぽくは言ったんですよ。あ、どういうこと。そういうとこ好き。ガチでは言わへんけど。でもどうやって落とすの。どうやって落とすは別にそれは好きで。あ、だから告白までほぼ言わんとこ。可愛いとか言うね。可愛い言う。え、俺は言う。今度2年前も言ってたってこと。言ってたの。いやいやいや、もう大丈夫。何だよ、ね、もうほんまに大丈夫。お前だから恥ずかしいって言ったら、そんな。俺らも別に言いたくないけど言ってんねん。だからお前らは、えとか言ってごまかしてんの、俺もごまかさせてくれてごまかし方がちょっと人と違うだけやんけ。言ってんのじゃあ、あの時も言ってた。言ってた、言ってた。好きもなんか、好きって。いやだから、あれはだからノリに乗ってなかったから言えなかった。なんかその言ったら変な空気になるかなと思って言えなかったけど。ノリに乗ってるっていうのはそのお互いに両思い感がすごいと思う。とか、なんか褒めの感じで言ってた。そういうとこまで好きっすよみたいな。めっちゃ下手。めっちゃ下手やん。付き合った後は言うんや。付き合った後は言うと思うよ。何年付き合っても言うの、それは。その好きは変わってなかったの。なくなったらマジで変わってるぞ、気持ち的に。俺が冷めてるか、そういうポイントがなくなったかじゃない。わかりやすいな。うん、怖っ。いやね、言われへんくなったら不安になるんだって。あ、そりゃそうだと思います。それなんて一緒やんだって、こいつんだよ。いや、違う違う、言わへんくなっただけで別に、けど好きは変わらへん。あー、そういうことね。お前のは言われへんくなったらマジでなくなってるわけ。あー、確かに冷めたってめっちゃわかるやん。そういうこと、それで言ったらそうやな。可愛いもそう、同じってこと。可愛くなくなったらってあんま思わんけど、うん、まあまあそうちゃう。でも、まあ、好きやったら、あー可愛いやな、ずっと。まあそれはそうか、うん、それはそうだよ。いや、別に可愛いとか別に思ってるじゃん、思ってへんやろ、可愛い。いやいや、思ってる時もあるよ、そら。なんか可愛いっていう感じはどっか行かへんの。いや、前よりは行く。いやな、うん、俺はほんまにどっか行くの。マジなんでなのか、それで言ったら。いや、なんかその女性という、これもまあな、あれやけど。いや、好きはわかんねえ、まだ、うん、付き合ってから言う必要ないやん、わかんねえ。可愛いはさ、別にさ、言ったよりよくない。いや、だからこれガチな本音にも言ってしまうと、でほんまに付き合う前って女としてみたいな。付き合ったら俺女として見えへん。何、彼女どういう存在だよ。愛おしい、幸せになってほしい人。うん。言われた人や。彼女。彼女。そうやって言われたらもうどうしようもないじゃん。客観的になっちゃうな。めっちゃ可愛いじゃなくて、いや美人やんな、この人ってなんねん。全然分からへん俺それ。身内感があるな。なんか笑ってて可愛らしいなはね。おかん綺麗っていうのちょっとはばかられた感じ。てか思わんくない。おかん綺麗と思わんくない。まあまあまあね。でも肩から見たら多分美人の部類なんやろうなって、もし美人やったとしたら思うと思う、うんうん、その感覚に近い俺は。ああ、そういう風になるってことね。ほんま なんでかしらって。なるほどね。じゃあだから別にほんまにね、そういう風に思ってるだけで思わんくなったってわけじゃないです。で確かにこういう風に思ってる人もそう、彼女っていうなった時点でまあちょっと家族に近くなる存在やから、彼女の子で見るような目で見なくなったというか、うん、そうやな。第三の目の絵画祭みたいなところあるかもしれない。じゃあこれ近いかもしれんけど、じゃあなぜ言わないのか、言いたくないのかをそもそも思ってたのか、可愛いとか好き。これさ、言ってくれって言われたら努力しようとするの。言葉じゃなくて行動伝えるタイプないと思う2人。でも私は言葉で触れた方が嬉しいって言われた時どうするの。まあだから好きですか。一番分かりやすい。一番分かりやすい。意外とそれ言われたことないかな。ああ、シンプル言葉で欲しい人じゃない。あ、そうなんや。俺結構言われた方が嬉しいっていう人多かった気がするんだ。てか言われたら嬉しくないって思ってるからかもしれない。いやだから服装とか新しくして、おっかわいいやんとかは言うで、うん、お、素晴らしい。それさえ言わんの変えたんやん。事実の確認。言われたらどうする。
いやーでもどうなんやろな、それはそれでやっぱ言いたくなくなるもんな、その言ってって言われたら、なんか言うのは逆もっとはずなるよな。あ、まあな、うん、いやーどうなんやろな、まあ話し合うよな、そこは。重っ。かわいいって言うか言わんか言うて、マジでかわいいって言ってほしいわ、そんな本当に大ごとに反転した。逆にさ、言われたりとかない？俺結構言われたんよ、かっこいいとか。あー、だから俺あんまそんなないから。俺もない、うん、ないんや。そうだから、これほんまに盲点で、女子からしたら、え、だってそれ普通に言われたら嬉しいことなんでやってくれへんの、うん、人の立場だったら分からへんのって言うけど、別に自分は嬉しないから、そこが違うの。そうなんや。そもそもこっちが嬉しいことはそんなことじゃない。かっこいいね、好きとかどうでもいいから、信頼してくれてるなとか、何か達成した時に一緒に喜んでくれるとか、どっちの方が嬉しいよっていう感じ。そうよ、マジでそう。え、でもマジでそうやな、マジでそう。男らしい。ずっと思ってる、すごくなきゃいけないけどさ、はいはいはい、なんでその表面の喜びでずっとしがめんの。かっこいいってめちゃめちゃ手前の表面の感情やん。でもずっと一緒におったら、そこよりももっと深いとこ褒められたいってなっていかない。何がかっこいいって言われてるかって言われてます。イケメンって意味なのか、内面を見てそういうとこかっこいいと思いましたって言われてるのかとかに。やっぱ生き様かっこいいもんさ。生き様かっこいいよな、それ嬉しい。それは分かる。それはだからずっと一緒におったら、そっちの方が嬉しいから、いつまでもこの第一印象で言えるようなかっこいいねっていうのが嬉しいのが俺は分からへん。ああ、条件で喜んでるんだ、普通。思うのかな、お前。なんかそのやっぱ彼女とのさ、記憶がちょっともう薄まってるからさ、いざ付き合って言われたら、なんか別にそんな嬉しないなとか言うかもしれない。いや、俺多分ほんまに喜んでるんですよ。あ、結構自信ある。いやいやマジやってる、マジやってる。なんなん今の。え、だから今日めっちゃかっこいいやん、ビジュアル。ああ、そういうのやったのか。ああ、そういうのか。かっこいいよ、あんま言われへんなっていうか。最後です、はい、そんな男の人でも、うん、可愛い好きって言ってこない男はこう伝えてます、言ってください。じゃあその行動が増えるって言ってるけど、何をしてんのよって話。いや、俺マジ話し合いをしてて、それを経て改善をしようと努めるって結構頑張ってるとこだけどな。ああ、それが愛情の証ってこと。まあそれも一つ。何を怒られてんの。いや、怒られてるわけじゃないですよ。いや、何を話し合ってんの。何を改善しようとしてんの。それこそだから共感とその解決策のすれ違いとかでもそうやし、共感はしようとはしてんのよとか、そういうちょっと細かいところがなんかあったりするから。逃げないのが愛情表現だってこと。逃げないのは愛情表現。これは伝わりにくいな。そうやって愛情欲しいって思った時に、逃げへんねやで愛情もらってるって思いにくいから、それあんまりいいギフトじゃないんじゃん。逃げへんって結構当たり前な気がする、うん、結婚してしまってるじゃん、家族と。いやいや、それマジそうじゃん。それはそうや、もう一個別のやつにあった方がいいじゃん。え、でもなんかできるだけ家に帰るとか。お前の大正ロマンの世界だ。うちの人はちゃんと家に帰ってくれるんどすとか、たまには買って帰るとか。そういうの。何買って帰るの。花買って帰るとか。ああ、いいやん、わかりやすい。それは年に何回ぐらい買うの。まあ2回とか。少ないな。だってな、今聞いてて出てきたやつで唯一愛情表現っぽいやつ出てきたら年にやから。それが何だよ、だから。やるやる。だからその、なんか愛おしそうに見つめるとか。来ました。うさんくさいぞ、始まりました。いつ見つめてんの、ちなみに。いや、だからそのソファーに座りながらこうやってなんか、子供と。いや、それ難しい、ね、あー、子供と遊んでる時とかにとか見てるんや。まあその、仕事頑張るのもすごい。ああ、あ、それなら奥さんがなかったらそんな頑張らない。いや、そうよ、そうよ、それは。それってさ、そういうやっぱ男のゾーンがかっこいいなって思ってる。いや、思ってる思ってる。昭和感あるくない。今どきっぽくはなくない。男の像として。まあそうなの。背中見せていくでみたいな感じやんか。いや別に背中見せていくとも思ってない、正直。まあてかもう愛情表現とかしゃらくさいと思ってるってこと。いや、まあ別に愛情表現っていうのはよう分からないな。なんなの。極まない感はよう分からんけどやってるってことやもんな、変な話。うん、喜ぶと思ってやってるだけやからって話も。まあまあそうやな。自然にこうにじみ出てくるとかないってことやもんな。まあだから愛情表現分からんとして、その奥さんに喜んでほしいなっていう気持ちはある。それあるよ。日々笑わせたいなとかさ、うん、そのために何してるとか、それがきっと多分愛情表現だと思う。いや、なんかまあまあ、どっかご飯行くとかな。ね、やっぱ喜んでくれるから。あ、そうそうそう。そういうのはなんか別にあるっちゃあるけど。へぇ、どうなんですか。え、対して。いや、俺も手紙渡してるの大丈夫や。あ、これはわかりやすい、確かに。手紙は何回か渡してるんですか。何、2。結構渡してるの。結構渡してるね、そう。
かにこれはっぽいっすね。てか愛情なんてなんでそんな表現せなあかんのって思うけどな。まあまあまあ個人の気持ちとしてはな。愛情表現か。お前は出てくるやろ。なんでなんで。いやだから俺は普通にまず言うっていうのが一番かもな。運転してる時とかに言っちゃうんです。えぇーってドライブバイデーとか付き合ってるみたいな。あその空気マジで耐えられへんのかな。あーそうなんや。そこなんや言われへんで言うほんまに。あでもマジでそうかも俺やろ。空気感が無理なんかも。でも子供に対してはもう止まらへんもん。今日も可愛いねってずっと言ってるし。これいくつぐらいか言わんくなんとかあんのかな。そうだろう子供に対して。そう高校生とかに言ってんのかな。いやてかうさがられたら嫌やけど。まあまあそれはそういうこと。でも高校生とかにさお前今日も可愛いなって言わんやんか。どうすんの。大人として見てるやん絶対。可愛らしいとかはなくなるけど特別ではある。まあまあまあっていうのは言うんちゃう。あ誕生日とかお前エグいぐらい小説ぐらいの手紙が娘二十歳とかになっちゃう。子供に手紙は書かんな。なんで。子供には書かんやろ。てかむしろ子供に書いてるイメージやけど。マックスだけど。おや、なんでだ恥ずかしい。そこは恥ずかしいの。ようわかんねえぞ。いやいや、だから妻はその言ってないことをそれを欲しがってるのもわかるし、うん、俺が言葉にできてへんこともあるからこの機会にって思うけど、子供に対しては別にその言葉にできてへんことはないと思う。改まって文字に何十枚も起こさないと伝えれないことはないと。いやでだから向こうが大人になってきたらわからへんけどな。口聞いてくれへんかったら、お父さんは最近会話ができてないですけどどういう風に考えて生きてますか。お父さんはもう生まれた時から変わらずあなたを愛してますみたいなのを書くと思うけど、そうじゃなかったら書かないでしょ。僕もでもなんかさっき言われた通りで一緒で、なんで最近全然言ってくれなくなったって言われることいっぱいあったかも。あそうだめっちゃあった。いやだから言わん方がええんやって。なんか火事起きるか火起こさんはええんやって分からへん。いやでもほんまさずっと言ってたらさもう言い続けなあかんじゃんそれで言ったら。でも言い続けれるタイプやからええんじゃん。言い続けれるの好きやったらそう言い続けると思うと。でもさ好きの種類絶対変わってくるよさすがに。その10年とか付き合ってたら。いやなんかまあ10年とか付き合ったらな分からへんな、うん、でもその節目で言うと思うよ俺多分。結婚記念日とか絶対好きでしたみたいな。好きじゃない、多分言ってると思うよ。言ってる姿だと結構想像できると思う。節目ではだって言うもんな。言わよ。手紙も書かへん。結婚式のあの写真のとこぐらいあんだけちゃんと言って。あと YouTube で言うかな。あ、まあまあそうそうや、うん、やっぱあれか聴衆がいてみたいな。いや嫌なとこつつかれんな。聴衆がいて。チャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで。はいということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こういう感じになったらいいなっていう動画になったんでよかったです、うん、はい、まあだから心配すんなってことですよね。多分いっぱいいると思うんです。本当に10人付き合ったら9人は言葉にしなくなったって人は多いと思うんですけど、まあ心配すんなと、うん、キリじゃなくなったわけじゃないよってこと。いやそれはほんまにそう。サメた時との違いがな、また動画にできたらいいけど。そう、俺だからこれだけ聞いて、サメた時、サメた時どうするの？分かるって言うんやもん。俺はほんまにそう。そうそう。だから俺はちょっとまだ体験したことないから。ああ、そうか。うん。もうないよ。そうやな。サメるって感じは知らんまま死んでるよ。確かにそれを考えたら。めっちゃかっこいいよ。すごい。まあ、そんな感じでね、参考になったかなと思いますので、ぜひです。よかったら、参考にしてみてください。はい、お願いします。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。現在僕たちはチャンネル登録者数100万人に向けて頑張っていますという。頑張ってます。毎日更新やってるもんね。実はね、はい、実は誰にも気づかれてへんけど3人になってから週7更新ですと。はい。編集隊長どうすか、ま、いやもう今年まあ50万人攻めていきたいよね。今年中に。今年中にね。っていうことは6月中に34万人いきたいです。34万人。あと2000人ぐらい。あと2000人ぐらいですね。2800人。いや行きましょうよ。頑張ろうよ。頑張っていこうや。いけるよ。なので皆さんよかったらまだチャンネル登録してないよって方いらっしゃいましたらポチッと押していただけると僕らのモチベーションがとても上がります。あと普通に高評価もコメントもいっぱいください。お願いします。 SNS のフォローもねよかったらお願いします。はい、おい。ということで今日も一日お疲れさーん。